スマブラ下手くそ男が3連勝するまで終われません。どうもこんにちは、皆さん、パドロです。はい、ということでね、スマブラ下手くそ男パドロなんですけども、今日はね、3連勝、するまで、スマブラ終われませんやっていこうと思うんですけど、まあ、どんくらい下手かっていうと、そんなに下手じゃないかも。ただ、VIP ではないです。で、全然コンボとかも知らない。ただ、友達とやったら、ちょっとうまい。ちょっとうまいかなぐらい。もう本当に、ちょっとうまいかな、友達より。平均よりちょっと上かな。うまいですよ、僕もさえんだけど、ま、100回やったら、ま、70回ぐらいか、60回かな、勝てるかなぐらいの、ま、感じなんですけど、ま、そんな中やってくる。緑だけは自信ある。あと、ちょっとあるんだけど、喋りながらやったら俺、うまくなるのね。オッケー、いいね、ドンキーゴング。うわ、3つとね。わかった。まず一発目いくわ。スマブラ実況初めてやるんですけど、3連勝ね。3連勝だから、一発目で待って。おい、やめろって。あー、わかった。コンボね。コンボとかは一個も覚えてないからね。今自慢じゃないけど、それなんか寝てない自慢みたいになっちゃうけど、でも俺の気合だけで。なんやねん、それ全然痛くない。ただ変えます。ドンキで行くわ。戦闘力240万。逆ビットです。はい。行きます。ドンキーなら、夢あるっしょ。スマッシュぶちゃちゃばいいもんな。オッケーやろう。フォックス。フォックスは、舐めんじゃねえよと。完全にこれだって犬でしょ？ね？犬？キツネか。キツネだけど、キツネ対ゴリラでじゃあどう勝ちますかって、まず生物界のね、これ常識教えてやるよ、お前に。まず一勝させて。しっかり。早いんだよね、動きが。でも逆ビップだから、逆ビップと言われてるぐらいのこの、ね、魔境を俺は3連勝しなきゃいけないから、ちょっと難しいんだけど、まずな、お前。キツネがさぁ、逆に恐縮がさちょっとさあるからさ、キツネが、キツネのゴリラにさそんなことできるの、ちょっとまずおかしいじゃん。まずちょっと調子乗んのやめて、名前がちょっとね、かわいい。分かった、あー、分かった、まあ、1機目は上げるって、それが、リップサービスだろ。よし、上げて、一旦上げるよ、ちょっとね、いいようにして、ちょっとなんか、長いかも、ちょっとさ、回線が悪いのかもしれない、俺の。それか、ちょっとカメラもあるからさ、それでさ、ラグくなってるってさ、言い訳をさ、させてもらいたいんだけど、まあ、そんな言い訳しないから、強者の俺は、言い訳しません。いきます。まず1点。決定打がないよね。決定打がなきゃダメなんだけど、落ちちゃうかー。自滅はね、ちょっとそれはさ、まだやめといてよね。そんな状態でちょっとオンライン潜ってきてんのって、そういうね、煽りしたら最近のこの昨今のね、まあ、インターネットで SNS が荒れるんで、まあ、そういうことは言わないでおきたいんですけど、まあ、やっていこう。ね、喋ってるとさ、結構秋になってさ、今涼しいはずなのに、もうすげえ汗だくなんだけど、なんか部屋の中でやっぱ実況してるとこのエネルギー使うとか言って、なんか一流実況者みたいなこと言ってますけど、まあ、完全にでも三流、いや、三流でも、ね、もう六流で実況してくらいなんだけど、落ちて、さすがにか、動きが早いんだよね、フォックスの。まずそれがさ、ボコボコされるし、あの、この企画、間違えたかも、3連勝って、一緒でよかったかもしれない、ほんとに。なんなんだよ、それ。ただ、スマブラ下手くそなやつのプレイングなんか誰も見ないと思うんだけど。まあね、一旦、その腕蹴りやめてくれよ。メテオ間違えました、ぷよぷよのメテオのやつやったら、あのね、よくわかんないです。ちょっと黙ります。黙ってやりますけど。まず、暑いんだよね、部屋が。それが本当に、まずメテオ決めるよ。熱いけど、一回勝たして、一緒させて、まず一緒させて、打ってんじゃねえよ、10%。これ全然負けると思ってんじゃん。快進撃進めて、一回ブーム回すわ。ブーム先生しっかりやるでしょ。まずこの肩をブーム回して、このね、フィンクスみたいに、ファンターンのフィンクスみたいに、まず強化力を上げてくる。で、これ上切り危ないよ。上切り危ない。しっかりシールドして、守って、くるくる、このローリングに俺全てかけるから、ローリング全てかけて。自滅するやつってさ、ほんとさ、ビッグさん、もうオンライン入んない方がいいよね。噛んだし。さあ、ガノンドルフか。うわぁ、ちょっと重めのキャラだけど、ちょっとドンキーで連戦行くするわ。どっち未来見えた。ドンキーコングの、マジで未来見えた。いや、ローリング当たるよ。これ当たる。あとちょっと服脱ぎました。熱すぎる。待って、一回これで。まず、服脱いだ俺って、ね、強さが 1.7 倍になりますね。ね。これを知らなかったか、リュウさん。リュウさんごめんね。まずちょっと勝たせてもらうわ。ガノンドルフそっから復帰できんのと。できないよなぁ。はい、マジ簡単だ。マジで簡単。え、ちょっと待って。マジか。え、これ同じ人で3連勝っていうのはありなんですけど、この人でやりたいわ。この人と全然戦いたい。あ、かわいいね。この平日の今昼間に撮ってるんですけど、小学生かなぁ。
今日学校割にやってんのかまあ可愛いわ、ガノンドルフでちょっとね確か強いと思った時期もあります。いや今も強いと思ってるんですけど、いやごめん、なんかちょっとごめんね、ほんとごめん。名前だとヘッポコって名前でやってるんだけど、ヘッポコじゃ全然なかったわ正直さ。マジでほんと余裕かも。マジローリングがほんと最強だって俺認めてほしい。このローリングで三立てしちゃったらどうしよう、ちょっと申し訳ない気持ちになっちゃうかもしれない。でも三立てさせていただきますわ一旦。これやる、はい、これ投げてもう復帰できない、もう復帰できない、もう復帰できないと思うか。ただここでこれ決めちゃうのが俺、あー危ない危ない。まず一勝ね、わかった、やめて。みんなごめん、クッパ出します。あ、よろしくよろしく、ごめん打ち忘れた今、ごめんねみんな。クッパ、俺クッパだけは自信ある、マジでマジで。だからちょっとみんなに見せてほしい。まずこれクッパ使っちゃう、3連勝しちゃうかなと思って使わなかったんですけど、ちょ今あまりにもね負けたから、ちょクッパをもう使わせていただきますよ。しかも相手がマリオね、この因縁対決。まずさっきドンキーホーよくもやってくれた。待って、ある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 、来た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 、マジ負けだと思ってたけど、今ちょっと騙したけど1対1まで持ってきました。さ、マジで何で、これ気づきました、このこのアタック最強だわ。上に飛んでこのアタックが刺さる、マジでマジこれでダイビングしてマジで負け。お前ほんとふざけんじゃねえぞ、やばいやばい、100%超えたらマジさすがにスマッシュ一発で死ぬから。これ圏内だけど、俺もうお前に圏内入ってっから、おいマジ舐めんなよマリオ野郎、おいマジクッパの俺を。なかなかやんじゃん、なかなかいい相手だったよ。じゃあなぁ、しぶといね、しぶといけどさ、そのしぶとさ嫌いじゃないぜ。待って、ぼーっとしてためっちゃ今、あと一気で相手、これは勝たしました、勝ちました。うん、まず一勝ね、ちょっとすいません、いや一勝ちょっともう勝ったさせていただくわ。クッパだったらもうマジいけるからね、今ぼーっとしてましたけど、まず一勝。うん、でこっからはい、こっからです。ここでグラスマッシュ、あスマッシュ、デク並みのデク並みのスマッシュが入っちゃったけど、上スマッシュやめて、掴め、よくそ、あいよいよいよ、降ってくんだろ降ってくんだろ降ってくんだろ、爆弾降ってくんだろ、知ってんね知ってんね、爆弾降ってきて、ここから頼みましたー。おーあ、ま、勝ったでしょ今の。それは本当に待ってくる、まあ、泣く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 よ泣くよ泣くよ泣くよ、マジ泣くよ泣くよ、いいのいいのいいの。オッケーオッケー、まず一勝、うん、一勝目はもうカットしますわね。なんでかって長い戦いになりそうだからですよ。緑いいね、ほほほほ、いいね今のハメ。オーケー、まず一緒プリンでね、気づきましたわ、プリンです。はい、可愛いじゃんね、可愛いキャラがさ一番いいんですけど、まあでもね、今ガノンドルフを俺壁際にね攻めてね倒してたんだけど、これちょっとロボットは復帰高いから無理かもしんないけど、でもねプリンマジで思い出したわ、あのプリンを俺結構使ったことを忘れてたんですけど、こういう感じでねこれができちゃうんだよな、俺のプリンは。おいえ、気持ちいい、おいね、この壁際で、復帰も何回もできますから、プリンのその強さね、で、軽いんだよね。ちょっと軽いから、そこはむずいけど、まあ、可愛いキャラ使ってきたじゃん。結局、プリン。マジ勝った、マジ待って。2連勝いけるわ。なんだ、プリンだったんだ、このゲームって。おかしいと思ったんだよ、なんでプリン参戦してるんだろうって。なんか、ポケモンってさ、リザードンとか、まあ、わかるよ。リザードン、ピカチュウとかさ、
ルカリオとかね、わかるけど、なんでプリンなんだろうって思ったら、やっぱこの可愛さがあったからか。うん、うまくないか、普通にうまくない俺プリンね。あれ、俺プリンだったらいけんの、ビッグすごい戦闘力逆別なんだけど、マジでもうね、俺プリンだったんだ俺って。やっぱそれはね、俺って可愛いから、やっぱのプリンみたいなキャラ使ってるのがまあ一番いいという感じなんですけど、まあ黙りはって感じなんだけど、ほい、おいー、うまっ。待って、ごめん、いきます。これ3連勝、体大きいやつがいいな、体大きいやつ。うわー、格闘ミーか、ちょっと微妙かもしんない。うわ、しかもペルソナの猫ちゃんだ、可愛いんだけど。待って、マジで勝ちたい、マジで勝たせて、もういいよ、もうマジで弱い人、お願い、もうやめて、マジでやめて、やめろ、変な上アッパーみたいな。格闘ミーと戦ったことないからマジわかんないんだけど、お、怖すぎる、キックは？ミソの攻撃、体がしかもちっちゃくてさ、当たらない。待って、これやばいかも、これやばい、これマジやばい。 3回目にしてやばいできた。だからプリンはマジで俺、いやー、マジでやめろ、マジでお前3、もうほんとさ、2連勝したら3連勝したいじゃん。待って、マジでやめて、マジでやめて、ねえ、もう泣くよ、そうやめろ、やばい、死ねとかはあんま言わないようにして、やられろっていう言葉を使ってみます。この死ねって言葉はやっぱさ、あんまもう今良くないじゃん、だからあんま使わないでやってきたんだけど、うん、ねえ、ずるいずるい、え、いや、復帰できんのか、今ので復帰できなかったらね、あったんだけど。待って、マジでほんとその、わかんないって、なんでここに来て格闘技引くんだろう俺、マジで割ってるわ。もっとさ、体が大きいからだったら結構プリンって相性いいから倒せたんだけどね。マジでお前以外だったら勝ってたわ、格闘ミー以外。言い訳して、これ格闘ミーはさ、あの一応キャラじゃないじゃん、スマブラのキャラじゃないからなしっていうのはないんですかね、と言いつつも、と言いつつもね、という言いことを言いつつも、一応22には持ってた、パーセントは全然違うけど、一応22はあることは確かだから、ここでどんだけこいつになめんじゃないわよ。ちょっと待って、これメトロしかない、でもメトロないんだよね、プリンでメトロっていうか、はい、泣きます、もうマジ泣く、もうマジ泣く、結構取ってるって、もうスマブラ俺下手くそなのに頑張ったって、今日でもう今日勝ったってことにしてもいいから、マジでさ、ちょっと何を休んだよ、何を休んだよ、頑張れ、アッパーやめろって言ってんの、何だ、マジで、何なんか炎のさ、ディアブルジャンプに使ってきた、はい、まず1勝しました、あ、マジで1勝した、オッケー、これがさっきだったらね、よかったんだけどね。もうさ、ポケモンバ、ポケモンバトルってさ、残酷だと思いませんか？もう勝ったよ、もう。まず一緒、やっとや、よし、はい、まず一緒ね、まず一緒、つらい、もう無理だって、よっしゃ、よし、1、これで1、泣くよ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 、これ負けたら泣くって、普通にマジで、無理無理、よーし、あぶねー、2連勝、アップな、もう泣きそうになった、普通に。オッケーオッケー。やっと挑戦権来た。やっと俺に挑戦権来たよ、3連勝の！頼むよ。弱い人来い。弱い人来て。マジ弱い人来て。もう今日始めた人でスマブラ、それが小学生。お願い、マジでお願い、それがおばあちゃんでもいい。本当にちょっと上手い人、うわぁ、ちょっと待って。3,
しかもちょっと待って、空だし、名前がちょっと思想強め。やばい、大日本帝国、マジか、かつての日本。マジ、そういう、名前もちょっと強そう。待って、こういう名前の男ってば、ちょっと思想があるから、結構年齢的にはね、多分年上なんだよ。だから、待って、これ上手くないかもしれないけど、ただ空、空は俺、マジで嫌いなんだよね。空とか言うさ、あっぶれ、なんかさ、このキャラさ、まあ、軽いんだよ、軽いんだけど、マジで、イライラすんだよね、空ってマジで。このね、なんかさ、まあ結構最後に出てきてね、まあサプライズで結構嬉しかったけどさ、嬉しかったけど、イライラするから、でも待って、マジいけんじゃない？マジいけんじゃないの？ねえ、復帰力高いんだよね、空。そう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 。復帰力が高いから、崖で倒すのが結構難しい。え、なんかさ、下にゲージあるわ。あ、スマッシュある系ね。オッケー、わかった。オッケー、まず先手、まず先手、まず先手。空、ね、お願い、お願い、これ勝たせて、一回だけ。もう、そしたら負けてもいいからさ、マジ、本当に、もう、何時間やってるのって話じゃん、これね。つかめ。はい、オッケー、完璧。やばい、なんかたまっ、なんやめろ、その、撃つなよ、撃つなよ。絶対撃つなよ、絶対撃つなよ。オッケー。これ、なんやねん、これ。まあいいよ。俺も貯めるもんね。プリンってなんだっけ、ひたざわざ。なんかでっかくなるやつだったっけ、忘れたな。完全忘れたけど。ただ、空に対して俺、今、有利に。よし、まあ、力めばね、当たるんだよ、攻撃。おら楽だった、今。楽だったけど。ほんとにマジ、もうこれ勝てなかったら、ほんとに結構絶望する、結構絶望する。来た、これ外すなよ。これどういう、今だ、まあいいや。まあいい、まあいい。あの、必殺技が必殺技じゃないんだけど、俺のやつ。え、全然空に対してさ、有効じゃないわ。弱すぎる。待って、これ結構まずいんじゃないの？これ空に必殺技と食べられたら結構まずいわ。その前に倒さなきゃいけない。待って。なんでプリンの必殺技あんな弱いの？あれ、あれ、なんかうまくやること方法あんのかな？落ち着け。一回落ち着こう。一回落ち着こう。空、本当に、もうちょいダメージ食らわせて。ちょっと。心配。泣く。泣くから。泣くから俺の横スマ当たるよね。オッケー。そら。死ねぞ。死ねぞ。すいません。あんま言葉とかは荒くないようにやるって言われたんですけど。そら。その人だった。あ、ほらないですか、ありがとう。マジでありがとう。そら、ほんとに。勝たして。ほんとに勝ったら終わるから。勝ったら終わるから。本当にマジで泣くから、マジで泣くから、本当に泣くって行かずやめろ、マジで。え飛べよ。嘘でしょね、嘘って言って。本当に申し訳ございませんでした。私、パドロのゲーム実況は、そこそこ自分でゲームが上手いと勘違いして、大乱闘スマッシュブラザーズにおいて3連勝するまで終われませんといったクリア不可能な企画を立て、皆様を不安にさせてしまったことを心よりお詫び申し上げます。はい。地元ではそこそこうまいと思って自信があったんです。本当に申し訳ございません。オンラインの世界のスマッシュブラザーズ、ここまでとは思えませんでした。3連勝しようと思い、現在2時間近く、動画を回し、でもなお全く3連勝できる気配がないので、この企画は、嘘を私がついていたということにさせていただき、謝罪で許していただきたいと思います。誠に、私がゲーム下手ですいませんでした。許してください。3連勝できませんでした。情けないです。
いつかこの企画に、リベンジしたいと思います。その時まで待っててください。以上、パドロのゲーム実況でした。ご視聴ありがとうございました。